ントリーした会社の数は10社ぐらいですかね。で、まあ、函館田辺食品を選んだ理由としては、まあ、商品のこだわりの強さと、あと社長の思いですね。まあ、北海道産のたらこにこだわった製品を作っているということで、まあ、北海道に根ざした仕事ができると考えて、この会社に入社を志望しました。まあ、実際に製造現場ですので、お客様の顔が実際に見えることって少ないんですけれども、実際に時々販売会にも参加させていただくことがあるんですけれども、そういう時にお客さんに、やっぱり田辺さんの商品美味しいですよねって言っていただけると、すごくやっぱり嬉しいなと思います。たらこを実際に漬け込んでみて、出来上がりがしっかりこうふっくらして綺麗な状態で漬け上がってくるときは、やっぱり本当に美味しそうだなって自分でも思いますし、なんかやってて楽しいなって思います。自分が就活をしているときには、やっぱり南幌町、地元から出たくないとか、結構やりたい分野を狭めて、就活を行っていたんですけれども、なるべくこう自分のやりたいことを見つけるっていう意味でも、ちょっと広く視野を持っていろんなことにチャレンジをして、学生生活の中でも、なるべくいろんなコミュニティに参加したり、興味のあるところを増やしていって、自分のやりたいことを見つけていければいいかなと思います。あと自己 PR 文とか、結構自分も苦労したんですけれども、そうですね、自分の良さをしっかり他の人からアドバイスをもらったりとか、悩みを聞いてもらったり、自分の良さを教えてもらったりして、いろんな角度から分析して自分の良さを、見つけていければいいのかなと思います。電話かかってくるとちょっと当たってる。ありがとう。こいつも。